や今年もすごく綺麗に咲いてて、まあ、手入れされてますし、ね、そのそれぞれの花によって色が違うのですごい綺麗ですよ ね。お祭りがないのがすごく残念ですけど、まあ、来年ねお祭りまた来れたらいいなと思ってます。